はーい。ドア W はーい。ハロー W テステス。あ。今日アンチョビやろう。コロナで死んでる誰がアンチョビ野郎だよ。魚が死んでる。今日の生贄はイワシさんですか。こんにちは。魚の死体だ。うんち。島清介でーす。ちまきんたままんぐり返しオフス。おっす、おっす、おっす。じょ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 わじょ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 じょ。明お太ちゃ子ちでもいいゃ。っすか。明太子を挟む。先生、前回のコメント読むんじゃないの。え？前回のコメントですか？なんかありましたっけ？今日は短時間料理作るのか。そうだそれこな。そ明太子を挟んで定食。今日はささっとやっていくぜ。点数のコメントは次回でって言ってたじゃない。そろそろコロナった。いや、コメント入れるの忘れたんだよな、前。いや、コロナってねえわ。いや、ほんとコロナね、怖いよな。っていうか、37度5分以上でね、全然、ささっとやっていくって2時間会です社か。ずっと休んでる人おるけどな。あれはどうなったんやろうな。まあ、そういうことか。はい、ということで、まあ、1分ささっ半と速度ね、600人超えててくさ。まあ、今日はね、1時間10分ぐらいで終わるかなと思いますよ。先生もらっちゃったの？あげちゃったの？いやいや、私ちはまきさんかかっ助てけないらでれすよ、たま方だ。は悲しくなると思いますけどね。多分病院まで多行ってる分、んです。コロナで死んだ適当。魚。いや、コロナでは死んでない。これはね、イワシです。あ、このイワシコロナだわ。さ病て院も。はきっと、なんで先生がコロナにかからないんだって悔やんでるよよ、きっし。と。バカはかからんよ。すごいイワシって臭いのよね。まあまあ、その、臭いってちょっと語弊があるけど、こう、青臭いのよね。そうそう。でも部屋が今今日ね、は生臭い料理急か。に臭くなったな。明太子でコロナを。先生の方が臭いよ。コロいや、ナそとれコはロそうナ。なんですよ。さて、問題です。このイワシ、4匹入ってますけど、このイワシもう痛いと一よ。体いくらだったでしょうめっちゃか？臭い。そう、一体いくらだったでしょうか？まあ、たまでなんですけどね。200円、250円、150円、わら、168、40円、250円のうんこだよ、いや、199円、でもそれいいが線嘘いっとてるして、わ。50円、100いい円、線いっ90てる。円、いい線いってる。159円、3円、1個だけ答えがあったわ。185、答えはわね、ら、あのね、100円です。やばない。100円で売ってんすよ。100円ってありえん。なんか、嘘。マジマジ。1匹100円ってまあわかるよ。腐ってるだろ。青使ってね。一匹25円。わらわら。病院かかそるぜ。わら。う。4匹で100円ってすごいよな、マジで。相当安いよ。日数経ちまくってるんじゃない？コロナ魚。見た目そうほならんそかんな感な。じだもん。わら。見かえけるかイワシに似た何かか。福島近海で取れたやつをロコレ。いや、わこら。れ、深あ海れ、なんじゃないですか。あ。石川って書いてましたよ。あっじゃねえよ。漁港では腐ってるのを売ってるから安く売れるのずるい。草。いや、バカ腐なのっか。てないんだよ。その目やばくね。ご飯炊いた？こいつ、てめえ、どんな目してやがんだっつって、ご飯今から刺炊き身にしてまもうす。て。いや、イワシの刺身ってあんま聞いたこと先ないけ生、ど、これがどうなん AI やろ。浮かんでるやつ拾ってきたんだ。換気扇回してますよ。なんかね、サンマの刺身とか聞いたことあるけどな、イワシの刺身ってあんま聞いあ、たことそれないさ、魚な。いっぱい取れたのかもね。あ、なるほど。イワシって春の魚ですよね、きっと。よし、ちょっと炊くか。久しぶりにご飯。さて、まずね、イワシのふわっ下と処飛理び降りかちゃう眉よ刺身。らやっていき絶たい対と2思います。万円マならジ出売れので？は確定アのジは魚ね、の聞いた肉こだとあよるね。な。このイワシなんかちまきさえ、んよそりう似てなん？るね。アレ似クてサねえに予わ。熱して。どんな、んこだよ。いやね、アレクサに勝手に刺すな。イワシは背びれの付け根のところそれでと中頭央を切線る性とと。同じで悲しい。ちなんで？ょっと臭いからなめろうにするんだぜ。腹、あ、なめろううまいよな。なめろう作ったことないな。腹綿をかき出し、腹、アレクサ脳科を水検洗い索。すると。で、これなんか文字で書かれてねもじゃねと。さ、わかんないんえだらよい意地をな。出してるね。そう。イワシってイワシってそう。書くんだ。めっちゃ痛みやすい。イワシって弱いって書くからな。今日は中華包丁使わないんですか。今日は使いたくねえな。むずなんかめっちゃ難しいこと言ってるやん。早く洗って。めんどくさかったらもうちょっと頭調使べえよう。ば。そうやんな。イワシのこのイワシ死んでない？下処理。下ごしらえか。下ごしらえと下処理って一緒なん今日はか？包丁を使わずに手で調理します。10秒でフライできパンのる。上に入れたらええやろ。イワシの頭下処理っで。てつまらないシャレですね先生。イワシをイワシたるで。
で、トマトね、トマトめちゃめちゃ高いね。1個150円ですね。はい。で、あとはもう貝割れ。貝割れとかを添えてね、やろうかなと思います。まあ、でもね、いやでも鮮度良くないんだよ。はっきり言うけど、ぼったくられてるよ。頭からかぶり、頭からかぶり。でも生魚マジでさ、生魚をさ、こうなんか一本満足バーみたいに食ってるやつっておるんかな、この世に。いやでも一人はいそうやな。マジで狂気じみてるよな。なんか、いらぬ心配してるけど。いや、いそう、いそうで怖い。いや、まあ猫はしゃあないな。猫は、猫生臭いとか感じひんやろ、あいつら。鮎の友釣りするおっさんとか時間もったいないからガブリよ。ナスビはマジで。すごいな。海の、イワシは川魚じゃないぜ。そう。鮎とかやったらね、内臓ね、美味しいから食べれるけどね。どうなんでしょうね。小魚ってどうなんでしょうね。小魚、うん、難しいな。サンマは刺身食えるよな。でもアニサキスがね、意外と多いらしいからな。やめろや。勝手にやんなよ。ちょ待って、洗わなあかんな。内臓を洗いつつですね。多分。静江さん、はじめはびっくりすると思うけど、これが島のしきたりなんだな。もそう、ワイのツイート。アレクサ、いつものポルノワブ開いて。めっちゃ血が出ている。ヒレより下で頭を落とすんですね。まずこうヒレより下、ヒレをまず。ハリカマイマイはいつやんの？ハリカマイマイ先生プレミア使ってるの？プレミア？何のプレミア？イワシの明太子ってそのイワシの卵使うの？違う違う、こいつの腹音。世界中がコロナで大変な中にイワシ明太子とかいう聞いたこともない料理を作るなんて不謹慎の極みだね。おい、むちゃくちゃやないか。新しいんだと思うよ。腹渡を取って、その腹渡の中に別の魚の卵を埋め込むっていうね、なかなか鬼畜な料理ですけど、まあ、これがでも美味しいんですよ。そう、昼にね食べたんでね、美味しいなと思ってね。あ、自分、もしかして自分でも作れるんじゃねって思って。サイコパス料理、不謹慎な料理作んなよ。なんで、あ、ちょっと待って、あ、やばい。うわ、あ、でも意外と内臓きれいやな。あ、これなんかビュッてやったら取れるな。あ、すごいすごいすごい、内臓まで取れてるじゃん。先生も他人の尻に卵ぶちまけるの好きな鬼畜料理人間、解体作業員。いやいや、そういうことじゃない。お手を開始する。全然切れんぞ。やっぱこの包丁あかんかな。配布してくれるように国に要請してくれたみたいでありがとうね。じゃあじゃあ。新鮮なイワシ使ってるね。目が透き通ってる。無駄にするなよ。そうだね。そこまでやったらちゃんと洗おう。そうやな。ちょっと腹綿切って、書いて、これは、ちゃんと内臓取ろう。包丁切れる？包丁は悪くないと思います。包丁はね、ちょっと切りづらいけどね。ここで開いた後に、もう内臓をかき出して、ほんで、あったらいいのかな。OK。ちまき、缶詰、アルファベー、10年保存水備蓄した？え？缶詰とか、買ってないな。いや、てかさ、この。そうっす。OK。ここまで取ろうかな。で、内臓、内臓。今日はガチで点数つけるよ。本気でやってね。本気でやってんだよ、いつも。いつでもガチなんだよ。手で解体できるんでしょ？腹渡かき出した空洞に明太子詰め込むんですね。そうそうそう。ダブル。で、これ取って、で、これ洗います。洗います。ちまきの本気派 100%。いつも本気？嘘つくな。いやいやいや、ガチなんで。嘘とか逆に失礼や。逆に傷つくわ。あ、そうやな。そうそう。魚っていうのはね、すべての工程をね、一個ずつやっちゃダメなんですよ。そう、すべて、一個ずつやった方がいいんですよ。そう、そうそうそう。そうそう。え？マジ？もうちょっとこう。金子も言っていただろう。そうそう、金子が言ってたから。金子は神って、はっきりわかんだね。先生、空き缶見ましたか？空き缶見たよ。
大塚明夫がキャンプしてるやつやろ。あれめちゃめちゃいいよね。なんかね、めちゃめちゃほっこりするよな。なんかあんなおじさんがやってるだけやのに、女子高生より面白いよな。玄関は貧乏神、節分らしくイワシの頭を玄関に飾ろう。うわー、違う。この中に明太子があるだけ。節分ね。もっこりする？そうそうそう。もっこり、もっこりはしない。豊崎あきちゃんのキャンプの様子可愛かったね。え、豊崎あき出てんの？一つまん。その頭もったいないから、米に突き刺してたこうぜ。いや、スターゲージパイじゃねえか。いやー、なんか。頭側に食いた身がもったいなさすぎる。先生の血は緑色だから赤い血は新鮮ですか？誰がピッコロだよ。ピッコロじゃねえんだよ。そう。なんで、上がるターキー、誰？誰？上がるターキー。アジャコングみたいな人？やっぱこうやると、やっぱ内臓も一緒についてくるんじゃないかな。オッケー。先生はナメック星人じゃないもんね。そうだね、今日は。今日はじゃねえよ。ナメック星人ではねえ、俺は。だから、スターゲージーパイは作んねえよ。こんばんは。スターゲージーパイってね、なんかね、あれなんですよ。イワシじゃないんだよね、あれ。なんだっけ？ニシンでしたっけ？ほんまニシンとからしいですけどね。マジで、イギリス料理ってマジで謎が多いよな。結構綺麗に取れたな。結構イワシの頭は捨てずにミキサーにかけてつみれにしてる私は、ついにマッチングしたイワシを食べる先生を、なんでイワシとマッチングするわけないやろ。なん誰がいいねすんねん。先週の魔女の宅急便見たの？頭ミキサーで小麦粉とびにつみれになりそう。僕ね、魔女の宅急便見たことないっすね。そう、なんでマッチングアプリしてんねん、イワシが。あれでもイワシもするか、荒廃したいもんな。サルミヤッキ食ってるチマキには抵抗ないんじゃね。サルミヤッキって何？頭落としすぎ、よく開いて奥まで見て、だからさ内臓を直でまな板に置くなよ。新聞紙とかしてや、魔女宅のことないの？そういうことか。それでも日本人。いや、そう、日本で韓国人です。こういう時だけに韓国人使えるやな。アルミサッシ。ではジブリ禁止でしたっけ？サルミヤッキはしょっぱくて酸っぱいような変な味の飴だよ。飴？真っ白の宅配便。ああ、サルミヤッキなんか聞いたことあるな。ホタルホタルちゃうわ。全部違うやん。何でしたっけ、あのホタルホタルじゃねえわ。なんだあれ、忘れたな。あ、節子、節子や。節子、それドロップちゃう。おはじきやみたいな。どれだけまな板を生臭くしたいんだよ。洗い物めんどくさがるくせにとことんめんどくさいことするよね。そうですね。なんかちょっとミスったな。イースター？節子、それドロップちゃんイワシや。節子と北の国から混ぜるのやめろ。何でしたっけあれ。あ、ジューンか。ホタル。なんか中途半端な知識がね、あるんですよね。玄関先生はおはじきも食べるんでしょ。うち、インドの料理食べたからうんちびちびちやねん。ウェイ。なかなか…もう次よりの最後をね。なんかもう魚の臭さとか慣れちゃったな。うわ、イワシの痛いこと挟むだけじゃなくて捨てるんじゃないの？え、そうなん？まな板も捨てよう。まな板、まあ捨ててもいいんやけどな。100均のやつやけど。やばい、ペーパーがなくなっている。いやー、あれ、なんか冷静に考えて、俺8時半まで残業してたのに、その後イワシさばいてるって結構やばいな。結構やばい、結構やばい人間なのかもしれん。あー、確かにな。そうか、新聞紙な。え、でも一人暮らしで新聞取ってる人っている？水で流してからしてよ。今から大阪はまだキッチンペーパーを取り、ここまでなん、台所で。そうそうそう、まだ一つ一つだな。さぬえないか、さぬえないかい。そういう雑なこと。そうだな。OK。もう今日も全工程していくわ。全工程ちまきで。何でも肯定するわ、もう。皆さんの言う通り。いや、分かってたんですけどね。
ニューヨークタイムズ意識高っ。意識高っ。そうそうそう。また、ああ、会社まだ全然ね、そんな傾向ないよ、全然。そんなん、まだまだ。自宅待機とかないで、ないでまだ。え、だからみんなそうなん、みんななってんの、自宅待機。羨ましいな。ああ、そうね。チラシも取ってないんだよな。え、ならないよ。コロナなったらクビ切られるよ。うちの会社は無駄な社労を負って効率がいつまでも上がらないやつはどんどん給料下がっていくのに先引かやく。なんかね、難しいよな。ちまちは成長新聞と朝鮮日報どっちが好きですか？成長新聞かな。ちまちはコロナっても期待してできるしな。成長新聞はね、そうそう取ってたな。どうして私で楽するんですか？ちょっとね、こっちの手も汚したくないからごめんね。手袋どこ行ったの？手袋ね、外しちゃった。そうだぞ。お前良くないよ、ほんと。あかんで。ちょっと待って、これちょっと。いや、美味しいですよ。だって僕、お昼に食べましたから。僕、お昼に食べましたからね、これ。絶対美味しいはず。美味しくないわけがないんだよ。美味しくないわけがないんだよ。え、普通のなんか居酒屋みたい。居酒屋じゃないな、お食事どころ。ちょっと待ってな。キッチンペーパー出すわ。そうなんですよ。いや、謝罪。うわー、それあかんな。そうそう、だから政党とかね、そういうちょっとセンシティブなね、ところはね、センシティブ？なんか過激な発言良くないからな。ご飯炊きましたよ。あ、なんかマスクで2枚くれるんですか？あれ、安倍総理。なんか、でもあれ俺、あのね、あれね、布、やめろ！ 7、なんか、なんていうの？紙、使い捨てのマスク2枚と思ってたら、布マスクらしいな、あれ。そう。なんか布マスクやったら、布、なんか。ごめんなさい。やめるべくよ。でさ、やっぱりね、布マスクって洗えるやつですよね。いや、出してくれよな。全世界に送るだけで40億だぞ。おなこにこの状態よな。ペコペコ言うやつほんまキモいな。他のさ、やめて。他の国とかね、お金もらえるのに、うちの国はね、あれですからね、マスクですからね。まあでもあれ洗えるマスクですよね、きっと。洗って何回でも使えるマスクを配るっていうことですよね。使い捨てじゃないっていうだけいいんじゃないですか。僕はそう思います。それか安倍総理ももう疲れてんだよ、きっと。オリンピック延期決まった瞬間、どっと情報出てきたな。わらわら、布を結び前の方が嬉しいわ。島田島先生、どこだどこ配信が起きてるので、マジでお願いします。しょうもないコメントしやがって。そう。やっぱね、布マスク。日本人は鈴木にかかるからな。マスクを冷やすことには10万円か。だからするのに、そういうからくり？そういうからくりか、もしかして。いや僕もでもあのニュースちょっと気になったんですよね。なんかカトパンがなんか速報ですっていうぐらいやから、お、なんやと思ったらね、マスク2枚配りますって、2枚かーいっつって、でも世界中でね、エイプリルフールと思ってたよな、みんな。冗談きついっすわーって感じでしたけどね。マジっすかーっつって、でちょっと血というか汚れをしっかり取ります。そうそうそう。まあでもね、その なんていうの、そう、俺も嘘つくの忘れてんな。どういう話してますよ。そうそう、一世帯やからさ、その3人家族とかどうなんねやろっていうのはあるよな。それはある。ちょっと紙使いすぎか、これ。
ちょっと綺麗に洗えましたと。あ、そうなんや。そうだよな。そう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 。いやー、おかしいなー。おお、なんか内臓出てきた。で、OK。イワシ洗えましたよと。OK。で、でですよ。何？あー、で、ちょっと待って、俺ちょっとレシピは見てたんやけどな、途中までしか見てなかったな。はい、これで OK やろ。で、これ4匹もいりました。マスクは3000にすべきです。パパとお金が使ったら息子の分がありません。なんかイワシフライにしたいな、半分な。イワシフライもね、食べたいな。日本は何でもかんでも利権絡みで足の引っ張り合いだからね、どうしようもないよ。それがあれなんかな。我が国なんかな。で、トマト切ってって書いてんの。え、2品作るとか明日の朝までやる気ですか。いやいやいや、だって揚げるだけですよ。イワシの腹側に、腹側に酒を小さじ1振り、10分ほど置く。まあしょうがねえべ、実質独裁だしな。ちまきも料理で、足引っ張ってるからな。明太、誰がだよ。明太子は足引っ張らへんために一人でやっとんねん。明太子は縦に切り目を、明太子は縦に切り目を入れ、スプーンなどで中、あ、しごかなあかんのこれ。中身はしごきだし。酒を入れろってことか。はいはい。イワシをペーパータオルで拭いて小麦粉をまぶし、腹の片側に入れて。ちまき、遅れるなよ。しごかないで。そう。しごくんですか。あの、明太子をしごくということですね。しごき出す。しごき出すってなんか、ちょっとあれやけどさ。明太子をしごき出さないといけないですね。明太子ってイワシの卵なんですよね。シコシコ。え、違いますよね。明太子って、なん、え、明太子ってイワシじゃないですよね。エヴァンゲリオンのシンジ君ですか。それ焼いてくれ。わら、いつもの感じでお願いします。明太子しごき出して卵出すんだよ。違うよ、明太子の中にイワシの団子を詰めるんだよ。わけわからなくなった、今ので。どっち？ちょっと待って、お、料理酒、料理酒、料理酒、酒触れて、もういや、丸でいいや、丸。明太子はたらこの卵だよ。たらこやんな。そうそう、たらこだ。そうそう、たらこ、たらこ。明太子ってすごいあれらしいね、あの、もう宝山団子でも作って食べましょう。いっぱい梅肉入れろ。めんどくさいらしいな。あ、梅肉、あ、梅とイワシってすごい合うもんな。さらにイワシ卵詰めて、たら、ちょっと待って、これなんかここの内側にね、先を触れって書いてあるんだよね。ちょっとめっちゃむずいやん。めっちゃむずいやん。どうすんのこれ。開いたらいいんかな。開いて、チーズ入れる特装マイヨコロナも吹っ飛ぶうまさ。マジ。チーズか。チーズは聞いたことないな。カペリンのオスに卵詰める作業配信ですか。何ですかそれは。カペリン、小さじ1を酒をかけます。多分これ臭みかな。臭み、詰めるのにそんなにガバガバにしちゃってよかったの。チーズないの。いつもの明太子に射精して酒の真似するやつやって。顔面チマキ、やってない、チーズ。キャペリンのことかな。食べてみろ、飛ぶぞ。カペリン飛ぶぞとか怖い怖い。よし、日本酒をここにちょっと振りかけました。これどうすんの。明太子腹に入れて焼くの。そうそうそう。かけるの。わら、いやいや、小さじ1って書いてたからさ。あ、もしかして4匹で小さじ1かな。今小さじ4かけたんですけど、これはね、タマでというスーパーで買いました。高級スーパーで買いました。本番はまだ生きてたんですね。早くコロナに感染した方がいいですよ。やめろ。なんで、なんで。で、これは10分置きます。ここでで、その間に明太子をしごき出しましょう。そうだな。あ、でもイワシフライ食いたいな。小さいやつはイワシフライにしましょうか。大きいやつは多分明太子にぶち込んだ方がいいと思う。炊いてますよ。明太子はフライも切ってるよ。安心してください。炊いてますよ。シコシコ動画。シコシコ動画。
この明太子安いねな、なんかこれ入っててね150円でしたね。え？一番安そう、ん？一番好きな明太子ってなんだろう？明太子は明太子だろ。だって150円なんだもん。そう。あ、スケソーダラの卵、ロシアまたはアメリカって、ロシアまたはアメリカって何これ？え？どういうこと？え？境目で取ってんのこれ？どっちこれ？ロシアまたはアメリカって書いてる。こんな書き方あり？原産。初めて見たの。ハーフ？お前ベーリング海知らず？ベーリング海峡だぞ。ランダムに訓練されてる。ベーリング海峡。そのブレンドよ。ロシアまたはアメリカ？ニコヤモンセッチング衝突からぞ。冷戦の名残。冷戦の名残。そんなんあるんか？スターリン。しごき出すから、なんかちっちゃい小皿に入れるか。中国系だからな。なんかね。アラスカとロシアの間だぞ。当たりがアメリカ、外れはロシア。ロシア生まれアメリカ育ちの日本。そうなんや。当たりとかあんのかな。明太子をね、僕あんまりね、なんかそういうのやったことないんでわかんないんですけど、あれかな。これでこうやんのかな。僕の明太子もしごいて。あ、でもこれでいいのかな。なんか。あ、なんか皮切れてるやん。なんか最近の明太子って皮切れてるやな。え？嘘でしょ？つけそうだるじゃないのか。お湯の中でやるといいよ。よいしょ。OK。ゆうて先生も韓国生まれ韓国育ちなのに日本暮らししてるじゃん。同じことだよ。あ、そもそもそのそういうこと？カットして入れてるやろ。ちまきはどこ生まれ？ヒップホップ育ち。あ、だからか。わら。その明太子色が明るすぎじゃね。わら。いや、それはなんか着色料を使ってるだろうよ。戦艦先生も皮切り行こうや。皮切り？皮切りってどこ？ほぼほぼスケトウダラの卵やろ。なんやこの明太子。めっちゃ鮮やかすぎんか。その本物ですか。岸和田生まれは恥ずかしい。岸和田の悪い奴大体友達。おいおいこれった本使うのか。明太子やっためっちゃうまいよな。明太子うまい、そう。卵らしいですね。なんで嘘ばっかつく人がおんの？ほんまな？いや、やっぱりね、食べないと。で、ここの明太子にお酒を小さじ1入れるみたいですね。はいはい。味見しない理由になってません。心臓明太子やろな。その皮って汚いんやで。え、ま、エイプリルフールやからな。最近気づいてんな。エイプリルフールちゃうわ。最近気づいたんやけど、なんか自分より汚いものは食べたらあかん、自分より綺麗なものは食えるっていうなんか解釈になってきたよな。そうそうそう。これ2人前ぐらいかな。ドキシ？やるわ。あるある。怖い。やめろやめろ。いや、一人で。いや、なんかネギ入れても美味しいかもな、これ。ネギを、ああ、ネギ入れても美味しいかもな、これ。な、魚焼くやつあんの？魚焼きシートあるよ。よし、で、これで詰めていこう。魚焼きシート、魚焼きシート。あ！魚焼きシートどこやったかな？なんでそんな怖いリスナー出てくんのよ。怖いな。そうそうそう。なんかあるんですよ、あの、魚が焼ける、なんか銀紙みたいなやつがあるんですけど、ちょっと今なくしたんで、ちょっとすぐパッと出てこないですけど、あれ？どこやったんやろ？あ、ここか。アルミ戸以前、一緒に料理するのっていたんですか？え？いたんじゃないよ。俺の配信はそういうのを求めてるから、なんかね。視聴者も真似してね、みたいなとこあるからさ。そう、これあるんですよ、このなんか。フライパン用ツルツルコート、ホイール。これね。これで魚も焼けるよって書いてる。わら。そうそう。クックパーね。クックパー。クックパーね。で、これを敷きつつ、で、イワシ、ここに並べつつやな。
で、イワシ、大丈夫だと思います。あ？いや、言われねえよ。初めて言われた、今。やめろ。あー、でもね、どうなんやろうな。今日食ったやつはね、グリルで焼いてなかったと思うよな。ん？なんやろ、俺。いや、でも、あれかな。U 字工事の、ごめんね、ごめんねっていう変法に似てるかな。U 字工事の福田に似てるってよく言われるよね。よいしょ。南蛮漬けに変更しよう。南蛮漬け？南蛮漬けうまいけどさ。アレクサオーブン予熱して。やって、やめろって、勝手にオーブンを放置加せ熱するな。よ。そう、米が坊主じかゃらないない。方。ちょっと待てよ。これ定で、食にしよう。先生はよく先あ生かとんっ言わて。れない。いや、言われないです。で、あ、小麦粉振れって書いてたな。小麦粉振ります。キャラが薄い方。そう。じゃない方芸人。これちょっと小麦粉ささっと振ります。フラワー。フラワー。金星の皮かぶってる方。で、いいんですよね。はいはい。U 字工事の方がかっこいいですよね。最近アレクサの動画に娘のおすすめで出てくるんだけど、あれは編集なのか。あれ、なんやろうな。ああ、でも俺も出てくるかも。先生はなんで日本に住もうと思ったの？駆逐い作業。や、いや、日本に住んでたからだよ。配信録画用スペムープした。ウープーしま小麦粉す。つけるならもうフライパンでいいな。確かにな。賞味期限切れの小麦粉。そう。海外の方なの？や、日本です。岸和田生まれ。岸和田育ちです。親に連れられたきたらしい。とうとう実家の近所に突も然用意した小麦粉コ賞ロ味ナ期の限発の症小者麦が粉。出てしまったよ。実家に帰れなくなっちまったな。西成育ちの人ですよね。生まれは西県、好き成なウイルス何？育清ちじゃ原ない。の近所。そう、清原の近所。清原、なん、電西成気の。だっけ？ちまきのお母さんが韓国の橋の下で拾ってきた子だよ。やめろ。ほんまにやばい話じゃないか。よし、OK。感染源は先生、実家武漢だと思僕っじゃてない。た。誰が僕なんて。仕で、事の期限切れてるから岸和田行けねえんだよな。こ日れ本を、公園に捨てられてたんだって。俺は西成育ちコロナで育突っ込みった。ま韓す。国のコウノトリが運んできたんだと思ってた。アンニョン、なんで韓韓国の国コウのノトコウリノ、が運別転にする日の本知っのてコウる？ノアトンリニョでンやろう。先生。これをぶち込んでいきます。ぶち込んでいくぜ。あー、こんなんやったわ。今日お昼食べたやつも。こんなん。ちょっとはみ出すぐらいがどうしね。てそういうグロいことするの？いや、グロくねえよ。プンプンしてる。わら、おとんはまだミートなん。ミートじゃねえよ。ガンをやってるだけだよ。かわいそう。5つはキムチ詰める2だ。大葉は？どうしてお昼に食べたのに劣化版を夜にも作るの？俺仕事いや、かぶるとか言劣化われ版てじゃるない。けど、韓国人って言われるとさすがに切れるわ。なんだ これ。え？俺、怒りの沸お父点さんいくつなんだっ高いかて？ら。お父さんいくつやろうな？分かれへんそれな。ほどれんのか。そう。なんかキュッてやった時出そうやな、これ。ほとんどどこで配信してんの？おとん配信してへんから。いとこのお姉ちゃんはしてるけど。OK。紹介して。おとんはやからない。紹介。あー、これでもあれ、あ、離婚したんだっけ？いや、離婚してない、全マイケ然。ルデハマキって名前で配信してるんだっけ？なんで先生はそんな顔してるの？い罰や、ゲーム？顔見たことあんのか？あんまり強すぎんの よ。なんなん、おとんの罰ゲー配ムっ信のおて。姉ちゃん、ちまきはいつおとんになそう。るの？プリンからガクガクなすりぎたんいでだすろ。ね。動揺してる。いや、揚げたいんですよ、こっち、正直。まだ作りますか？揚げ焼きにしよう。そうだ。イワシのフライって開いた方がいいよな。ちまきさん、こんばんは。こんばんは。ちょっと明太子若干余ったんで、これはちょっと別途食べましょう。ご飯に乗っけて。いとこのお姉ちゃんって赤でヒキサキ違いだって。いや、それはね、僕の、おい、ん？いとこ。めい？めい？めい？時間めとい？コおスかトしい経費な。について。そんな感じかな。知り合いがコロナで死んだら墓場で TikTok するの？ご飯が一番うまいってやそうつやじゃないな。ですか。ねえ、アルミに包むのに小麦粉なんてつけるもんなの？イワシ開いてあげたらアジフライになってしまうやんけ。いや、イワシフライじゃん。赤ちゃんさんマスクしてるんだっけ？先生の周りっそうてそう変そう。な人ばかりだね。変な人じゃないんですよ。変な人ではないんですけど、なんかちょっとね、誰が言ってるか？なんかね、ちょっとね、おかしいんだ迷惑よだな。よ。
マジでね、なんかね、おかしいんですよね。ニコ生で配信してそう。多分、おかしい人だったんだよね。そうじゃないですよね。なんか、おかしな人です。多分頭おかしい遺伝子があるんだろうな。ああ、それはね、なきにしもあらずかも。そう。K のものってなんなん ?K のものってやめる卵をくぐらしたいんですけど、そう。家族性能萎縮症。明太子って油で破裂とかしないの？あー、いや、明太子詰めない方でやります。いや、でも墓で TikTok 取り出したときはマジで俺、縁切ろうと思ったもんな。やばいな。そう。骨付きであげても大丈夫じゃない？やばい。よいしょ。で、卵。なんかあかんのけ？なんでレシピに従わないの？大丈夫だよ。ポップコーンみたいになるの期待してる。ちょっとここに入れるのちょっと間違ってるかもしれんけど、卵を。ちょっとこれしかなかったから。焼肉？一個はね、あげたい。卵出てきたの。一個あげたい。骨付きってチマックッキングでは公開しない？もうやばい感じしかしない。あれがない。あの、パン粉。パン粉、パン粉、アウチ、当たった。ちょっといつのパン粉か分からへんけど、まあいいやろ。パン粉って腐れへんから。2個。なあ、揚げ焼きみたいな感じにしたいな。そう。パン粉にもダニとか湧くんじゃないの？湧くと思います。なんか常温で混ぜか、やっぱり。めちゃめちゃ混ぜにくいな。やばい、めっちゃ頭悪い人みたいになってる。めっちゃ頭悪いやつみたいになってる。常温でも変わらんよ。変わらん？あ、そうなん？ダブル。なんでアレンジするの？アレンジではないんですよ。いつも夜に料理してストラネーの。そう、全く、あのね、配信せえへん日ね、俺最近飯食ってないからね、あんまり。塩振った？なんか。顔の方が悪いからめっちゃ顔の悪い人だから大丈夫。なんで忘れてるの？卵とパン粉混ぜるから楽だよ。よし。まず焼きます。こっちで。イワシを並べる。中火。ん？塩振ったの？塩振ってます。え？塩振った？ごめんね、塩振ってないな。いや、俺イケメンってね、ってね、あ、塩別に振らんでいいか、明太子入ってるしな。こっちは振らなあかんけどな。